で次来るのがゼッケン9番の北野、行きましょう、はい、北野選手。さあ北野啓太チャレンジクラスです。単走2本勝負ということになります。これが決勝です。チャレンジクラスの単走2本で、さあ北野啓太ゼロ9番いいスピードからロングで、変わった、ロングサイドからのスピン失敗。点数3人しか入ってないですよ1本目。いやもうこの計算、計算あれもいい、もうそれも何ですか、オールナイトですから。そうですか、意味関係ないじゃないですか別にオールとこの人たちの走りをね。いやいやもうオールですから、さあまあもちろんそれでも2本目がありますんでね、確認して走っておいた方がいいということにもなりますけども、今まだしっかりと最後まで走り切ろうというゼッケン9番北野啓太、はい今フィニッシュ。1本目は0点ということになってしまいます。もうスピンした時点で終了ということになりますので、え今9でしょ、今9です、今9ですよ、はい、え今ゼッケン9ですよ、今9ですよ、今9ですよ、はい9で次は次8です、ね、次18、あじゃあ8です、 8これ0、ね、9だよ、ああ。さあなかなか涼しくなってきましたね、はい、まあ、これはちょうどいいよね逆にね、そういう意味での夜は本当に涼しいし車の負担も少ないし、我々これ審査員も含めたところで見る分にはちょうどいいとは思うんですけども、何しろ真っ暗の中だとだんだんなんだか分かんなくなってくるという、いやだんだん楽しくなってきたマジで、はい、でしょ、はい、それもあと数時間ですよあと4時間半ぐらいだね、はい、ぐらいが限界かな、僕3時間かな、はい、それは早くないちょっと